はい、こんにちは、みーです。今日はですね、こちら、はい、じゃん、こちらのマイクをね、レビューしていきたいと思います。私さ、前からさ、始めた当初なんか声がさ、コンプレックスで、てか今もコンプレックスなんですけど、なんかすごい通りづらい声してるのね。だからすごいなんか最初の方指摘されるところとかあったんですけど、視聴者さんにね。なのでこれを使ってね、改善していきたいと思います。ではスタート。はい、これタスカムマイクです。 USB で簡単にできるそうなんでやっていきます。はい、頑丈に入っております。ちゃんとやっぱり保護されて届きます。こんな感じで梱包されています。でマイク本体、マイクスタンドとケーブルとね、全部セットです。ちょっと組み立てますね。まずマイク見てください。めっちゃかっこいい。コンデンサーマイク初めてのね、ちょっと使っていきますね。ボリュームとか、ボリュームとゲインとミュートです。はい、はい、マイクスタンドです。めっちゃ頑丈。え、やば、ね、私が普段使っているさ、あれより頑丈かも。 iPhone のさ、立てるやつより頑丈です。あ、こんな感じでね、立ちます。こういうのするときめっちゃ手汗かく。でスタンドをこうやってつける感じですかね。固定します。なんかこれね、説明書には書いてないんですけど、他のケーブルがいるそうで、これ付属のこれだけで iPhone にはつなげないんですよ。でここに切り替えのね、コードがいるらしいので、ちょっと探してきます。はい、このマイクなんですけれども、こういうね、変換アダプターがいるみたいで、一応ダイソーで買ってきました。これ iPad につなげるときに USB をここに挿して、C タイプに合わせます。ではやってみます。はい、こちらまず iPad です。音声いかがでしょうか。こんな感じです。ではマイクテストやってみます。はい、こんにちは、みーです。これは iPad です。よろしくお願いします。では次マイクやってみます。ゲインマックス。こんにちは、みーです。ご視聴ありがとうございます。ゲインを一番ミニマムにしたら、さっき聞こえなくなるんだったので、まあ中間ぐらいがいいんですかね。はい、ここが光ります。それでマイクがオンになってます。どのくらいで録音できてますかね。これめっちゃ近いかな。小声で歌ってみました。ここが電源がついているということで、今入ってます、この声が。で、ここを見今何も聞こえてないですよねって喋ってました。はい、じゃあこのくらいのところで喋っていて、このゲインっていうのはどう変わるかっていうことをやっていきたいんですけど、今ゲインはマックスです。マックス、これゲインマックスです。じゃあゲインを中くらいにしました。中くらいにしました。このくらいです。じゃあゲインを後で私が聞いてみます。ではマックスに戻しました。 iPad や iPhone よりはボリュームが小さくなる印象ですね。音質は良くなるので、なんかついた、こういう音も入ると思うんですけど、でそしたら編集の時にね、音量を変えたらいいと思います。はい、このね、下のボリュームというところなんですけど、ボリュームっていうところはね、この自分のイヤホン、これを聞く時のボリュームでした。ここはね、だから音楽とかを BGM でつけて、これで録音する時にここのボリュームでそのトラックをね、調整できます。なんかアレンジバンドとかやってる人はわかると思うんですけど、ここでね、音量調整ができます。試しにせんべいでやってみたいです。せんべい、はい、ということで今日の動画いかがだったでしょうか。神々という今日の動画、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。では次回の動画でバイバイ。